竹さん、今自民党内で言われてること、はい、これが敗因だという This is 敗因っていうの教えてください。何あるんですかそんなの。 This is 敗因、 This の頭文字、はい、T、 T 首相を罵倒した豊田、はあ、そっち行くのかもしれないな。豊田さん H 家計学園問題、はい、萩生田さん I、 はい、今先ほど帯さん紹介した稲田さん、稲田 S、 これも家計問題の下村さんと、うん、おっときた、まあ、それ誰作ったんですか。党内で誰が作ったのか分かりませんけど今言われてることで、まあ、でただこのディスだけじゃなくて肝心要のやっぱり A、安倍総理だとかですね、うん、S 菅官房長官だとか、うん、やはりそこの責任というかですね、うん、が招いたこと、うん、点が大きいと思うんですよね、うん、で、まあ、リスの面々ですけど、この人たちっていうのはみんな安倍総理の出身派閥である。そうです、ね、細田派、はい、うん、安倍総理の側近というか子分ばっかりですよね。そうでしたね、はい、こういう人たちの不祥事が、うん、惨敗につながったっていうことなんですが、うまいこと言うね。まあこういう時に政権浮揚するためには、うん、いろんな手があると思うんですけど、一つが人事ですよね。はい、まあ、人事でしょうね。で、内閣改造等人事っていうのがあるんですが、はい、これがまた非常に難しい。竹さんご存知の通りですね、はい、人事っていうのは起用された人は嬉しいですよね。嬉しいですよ。嬉しいでしょう、はい。起用された人にのために頑張ろうと思いますけど、はい、期待しながら外れた人、うん、内閣改造って言っても枠19しかない。あ、そういうことですね。続投させる大臣が増えればその分減るわけですから、はい、起用された人の何倍もの外れた人の恨みが買うわけですよね、うんうん、で、これまでのように安倍総理一強体制ならばですね、盤石ならば抑えつけられてもですね、うん、今回都議選でこういう結果が出た、しかも安倍総理の言動によるところが大きいというとなると、この人事というのは非常に難しくなってくると思います。橋本さん、こう政治を、ね、はい、勉強していけば分かるんでしょうけど、過去に内閣で最強の布陣でこの日本を本気で立て直すとか、うん、最強の布陣、派閥を超えたその内閣を作った政権ってあるんですか。まあ、小泉さんがですね、うん、その派閥の推薦だとか一切受けずにですね、うん、やったという事例はありますよね、うん。ですから安倍さんもそういう人事をやりたいんでしょうけど、今回はどうでしょうかね。やっぱり、ね、今はですね、まだ一強体制に慣れてるんで、うん、慣らされちゃってるんで、なかなか文句は言い難いんですけど、うん、それと安倍さんが口にした反省っていうのがどういうふうに具体的になってくるのか、そういうのを見て、今お手並み拝見っていう感じなんですけれど、うん、この人事を経てですね、党内っていうのはかなり、なんていうか不満が出てきそうですし、来年の総裁選挙ありますから、はい、これに備えてですね、それぞれのポスト安倍と言われる人が、このなんていうか、今までは物言えば唇寒しだったんですけど、物が言いやすい状況っていうのは徐々に出てくるんだろうなと思いますね。安倍さん G20 行きます、はい、過去外交から戻ってくると支持率が復活します、はい、これもなんか神話都市伝説みたいになってますけど、はいはいはい、一番最初に安倍さん何しますか。人事だと思いますけど、ただ人事は今月中にできるのか来月にずれ込むのか、まだその辺微妙なところはありません。目玉がないと多分戻ってこないと思いますよ、支持率も。そうですよね。ですから小泉進次郎さんとかですね、野田聖子さんだとかですね、あら、まあ、そういう人を起用するのかしないのか。名前出さないんですか。大阪の方の方、大阪の人かこの辺もいろんな議論があると思いますね。ツイッターとかでおばばれしてますけどね、その辺もまだ分からず、まだ分かんないと思います。小泉進次郎さんは来るかね。まあ、本人がどう考えるかですよね。どこにつくかだと思うけど、